ですか。はい、これは先ほど設備的な面も申し上げました。それからおっしゃる通り作業環境といった面も重要であります。これにつきましては、我々いろいろと方策を考えていかなきゃいけないし、から40年の廃炉に向けた対策というのを取っていく、そのためには何をしたらいいか今洗い出してやってるんですが、国に対してもですね、この辺のお話は申し上げておりまして、40年の廃炉に向けた安定した作業ができる現場、その中には占領対策もあれば、就業環境というのもあります。そして、国の NHO の経産省の方、あるいは規制庁の方も現場に、駐在して、そして現場の様子を確実にご本人の目で見ながら仕事を進めていくという段取りになっておりますので、おそらく、私が言うまでもなく国の方もその認識はより強くされていくことだというふうに考えております。決して国がそこを気がついてないとか分かってないということはないというふうになっていくと思います。すみません、福島民友新聞桑田と申します。